アッケルマンシア族は、変性腱気性グラム陰性細菌の属である。無賃分解性で、幅広い脊椎動物の消化器官に分布する。人の糞便から分離されたアッケルマンシアムキニピラ、アミメニシキヘビの糞便から分離されたアッケルマンシア、グリカニピラの2種が記載されている。いずれも変性腱気性で、非運動性の楕円形の形状と、外見も似ており、無賃を、 唯一の炭素源及び窒素源並びにエネルギー源として使用できる。保護粘膜層である無ンの分解は、腸壁のバリアの破壊につながるため病原性因子とみなされるが、一方で、無ンの分解性生物が他の常在細菌の栄養を提供するとの見方もある。抗炎症作用を有す可能性もあり、研究されている。ゲノムサイズは、 アッカーマンジアミウシニフィラアクメ8が266万円期待。アッカーマンジアグリカニフィラオピットが307万円期待。学名は、オランダの微生物学者、アントーン・オクアーマンスへの懸命である。ありがとうございます。